はい、どうも、エナジー福田です。今回は、おかっぱりで釣りをするときに、普通の長靴よりも、軽くて、歩きやすく、疲れない、このバードウォッチング長靴のインプレッション、やっていきたいと思います。で、この長靴は、釣り具メーカーが、自社のロゴをここに貼って、まあ、販売されてたりするんですけど、まあ、それと、素材感、靴底を見た感じ、多分同じなので、まあ、これを選ぶと、メーカーロゴ、内分ちょっと安く購入できます。でこの商品のリンクは、下の概要欄、 もしくはコメントに貼ってるんで、気になる方はそちらからチェックしてみてください。はい。まず長靴の素材はこんな感じで、まあ、ちょっとこの表面はね、なんか白っぽい粉、この劣化しないように粉が塗ってあるんで、こういう感じになってます。え素材自体は結構こう、くねくねと、なる感じで、内側はこういう感じで、ちょっとなんて言うんやろえ。汗かいてもサラッとしてそうな生地ですね。で、上のとこだけ、こういう素材になってます。 でもこの時点で全然普通の長靴とは違うなっていう感じですね。そして気になる足元なんですけど、このあたりは同じ素材なんですけど、このね、縁とか、歩く時に曲がる場所とか、かかととか、ここはしっかり補強されてます。なので耐久性も高そうな感じです。で次に重さなんですけど、L サイズ片足で約 460g で、コンバースっていうスニーカーが約 360g なんで、そんなに重たくないかなと思います。 で、この柔らかいおかげで、歩く時の足の動きについてくる感じで曲がってくれるんで、かなり歩きやすくなってます。で、雨の日には、この紐を引っ張って止めることによって、足としっかりフィットさせることができるんで、足、これが足としますね。足と靴の隙間から水が入ってくることがなくて、ズボンの裾の上から履いて、ま3ミリ前後の雨の日に使ったんですが、足は濡れずに釣りできたんで、まあ意外と防御力は高いんじゃないかなと思います。そして靴底なんですけど、 ちょっと使ったんで汚くなってますけどこういう感じで結構グリップしやすい作りになってるんでこういう感じですね結構曲がりやすくなってます特にこのシワがあるあたりまあ歩く時に曲がるとこですねここがしっかり曲がってそれ以外はちょっと固めに作ってありますこのおかげでアスファルトや草むらぬかるんでいる場所などでも歩きやすくなってました長靴って歩きづらいイメージがあるんですけど普通のスニーカーっぽく普通のスニーカーっぽく使えるし 結構歩くような乱丸するときにも、まあ、足の裏が疲れるっていうことなく使いました。で、脱ぐときなんですけど、この後ろにちょっと出っ張りがあるんで、もう片方の足でここを踏んで、スポッと、はい、脱ぎやすく、そういう配慮もされてます。はい、次はサイズ感は気持ちタイトめということですけど、まあ、歩きやすく作られてるんで、このね、足首のとこがちょっとキュッとタイトになってるんですよね。こういう感じでわかるかなはい。 足の形状に合わせて作られてるっていう感じですね。なので、スニーカーとか、いつも買ってるサイズより、ワンサイズ上ぐらいでもちょうどいいかなと思いました。であと、ソールを入れると、高さが出ちゃうんで、そういう意味でも、ワンサイズ上が、まあ、足にぴったりフィットして、まあ、釣り場で歩きやすいんじゃないかなと思います。あんまりキツキツになってしまうと、まあ、歩くのがしんどくなってしまうんで、まあ、ワンサイズ上購入でいいんじゃないかなと思います。そして、足の甲が高い人。足の甲、ここの、この辺ですね。 が高い人だったり、分厚い靴下を履く人は、ワンサイズ上の購入で OK です。はい。次にソールは必須になります。で別売りで、こういうあ専用のソールですね、が販売されています。で、ガ眼するとか歩く前提の人は、ソールは絶対必要となります。で、ソールなしで歩きつつ釣りをしてたんですが、この足の裏がかなりしんどくなってきて、足の裏が痛いっていう、ああいう感じになりました。なので、絶対ソールは必須です。で、今回ソールも、 事前に購入してたんで、まあ、これを中に入れるだけでセット完了なんですけど、購入した長靴のサイズに合わせて、切り取り線にカットしてもらえれば、ぴったり入るようになってます。今回はそのまま使えるんで、まあ、こんな感じで、まあ、入れるのはそんな難しくはないですね。はい、こんな感じで、サクッと入ります。はい、ソール自体はこんな感じで、後ろの方に、なんだろうな、プラスチックなんかな、これ。とここに分厚いクッションが入ってるんで、まあ、これで。 歩きやすくなってますで。寒い時用の防寒ソールっていうのもあるんで、冷えてくる時期には、このソールを変えるだけであ、春、夏、秋と、まあ3シーズン使えるんで、まあそういう意味でもコスパはいいかなと思います。次に、ヨシとか岩場で使う時の注意点なんですけど、まあつま先とか、まあ必要な場所は強化されてるんですが、結構ね、柔らかいところも多いんですよね。こういうとことか。なので、ヨシバシとか、ヤブコギとか、こう尖ってる、 が多いとこですねあとは鋭い岩がありそうな場所で履く時にはもしかしたらこういうとこに刺さってしまったら穴が開く可能性もあるんで気をつけて使うようにしてくださいそしてこの靴底的に岩場で石の表面に苔などがついているところでは滑りやすいと思いますんでそういう場所で使うのは気をつけるかもしくは避けるようにしてくださいはい次に使った後の保管方法なんですけど使った後そのまま置いておくとくたっと倒れてしまうんで倒れた状態で置いておくと 中の水気や汗などが乾燥せずに臭くなっちゃうんで、この紐の先端を何かに引っ掛けて置いておくのが一番やりやすい方法ですね。もしくは長靴用のシューズハンガーやズボン用のハンガーがあると中を乾燥できるんでおすすめです。多分100均とかに売ってあるんで、そういうとこで購入してください。はい。そして購入時にこういう袋がついてきます。長靴をまあ軽くくしゃっと丸めてもらって、 この袋の中にちょっとゴムなんで滑りづらく入れづらさはあるんですけどはいこんな感じで収納できますあとはこの紐引っ張ってかなりコンパクトになりますで持っていく時にはこんな感じで持っていってこのずっと丸めたままでは型がついてあんまり良くないみたいなんで長期間使わない時には出して保管してた方がいいみたいですでこう立てておくと結構ねこうくたっとなっちゃうんで収納面はちょっとあんま良くないかなと思いました はい。ということで、これからの雨のシーズンとかですね。これあると結構便利で、長靴みたいにかさばらないし歩きやすいんで、長靴買おうかなと思ってた方はぜひ購入してみてください。商品のリンクは下の概要欄、コメントに貼ってるんで、よかったらそちらから購入してみてください。ということで、今回の動画は以上です。よかったらお好きな評価ボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。